市場前駅は東京都江東区豊洲六丁目にある東京臨海新交通臨海線の駅である。駅番号は U14。島式ホーム一面二線の高架駅である。2019年度までの各年度の利用者数は下表の通り。なお2005年度は2006年3月に開業したため、同月以降年度末までの1ヶ月分を計上したものである。 豊洲市場会場前は駅周辺の施設が極めて少なかったため2015年度、2017年度以降を除いて乗車人員は東京23区に所在する旅客駅の中で最も少なかった。豊洲市場の一般見学が始まった2018年10月13日以降乗降客も急増した。国土交通省の調査による2018年度の 乗降客数は2583人だった。駅と豊洲新市場計画地豊洲市場開設を見越して設置されたものの2018年10月11日の豊洲市場会場までは市場前とは名ばかりだった。ゆりかもめ会通から IHI ステージアラウンド東京が会場をするまでの約12年間にわたり駅周辺に主だった施設がなかった。 豊洲市場会場前は同施設の建設工事にかかる作業員が主な利用者で極めて少なかった。換算とした駅周辺や乗降客の少なさから一部マスメディアやインターネット上で都会の非行駅と言われたこともあった。ただし、ゆりかもめ高架下を含めた周辺道路は交通量が多く、マンションや店舗、商業施設が林立する豊洲、 有明地区に近接している。豊洲市場開場後の2018年11月4日には、駅西側の春見運河に架かる豊洲大橋が開通し、対岸の春見地区と結ばれた。かつて近隣にあったガスの科学館は、ゆりかもめ開業直前の2006年3月24日に閉館した。同年6月2日に、ガステナーにガスの科学館として、 豊洲駅近くに移転し再開業した。駅開業当初はバス停留所がなかったが、2018年10月11日の豊洲市場開場と同時に市場前駅前停留所が新設された。以下の路線が乗り入れ、全路線東京都交通局により運行されている。ありがとうございます。